はい、どうも、皆さんこんにちは、タクトルです。というわけで、ビレッジオブサイバーやっていきたいですけど、データが吹っ飛びました。なので、1からやっていきます。まあ2年ぶり2回目ぐらいはい、まあそんな感じで、まあ、ビレッジオブサイバーのね、チュートリアルとかは、ね、過去に1回多分生配信かなんかでもね、ちょっとやってるんで、まあ最初のね、チュートリアルぐらいはじゃあ、すっ飛ばしてもいいんだけど。まあ。はい、ということで。ストーリー今回誰なんだろう。イヴァンとカヤ。なるほど。で、あと、ティルと、あれか、レアとか。この辺は、うん。で、これ、なんて、アーベルとレナーテか。サムエルさんじゃなかった、ここ。うん、そうだよね。あ、そうだ、ハイニヒさんだ。そうそう、まあ、こういうね、ストーリー的なとこで、ね、あるんだけど、ストーリー的なのがあるとなんかあれなんだよな、通常ぐらいまでしかない。あ、ティル君だ。そうだった。占い師を出さないといけないわけですね。というわけで占い師をさせます。エーファとハイリー2人。で、グレランを。うん。で、グレランを行いましょう。ここで選ばれる人ってなんか、なんだろうね。初日グレランで選ばれちゃう。あ、別に。あ、ザメルさん。狩人護衛を取られてるわけで、この狩人護衛をさ、しっかりしたいとさ、あれになっちゃうんだよね。で、指定投票だよね。狩人護衛をさ、しないとさ、本当にすぐ貫通しちゃうんだよね。なんか、で、後から、新狩人っていう風に名乗り出た人が変な護衛察知してると、なんか、変な護衛察知してることが多々あるからさ、それ釣っちゃって。で、結果そいつ本物の狩人でしたっていう。ほんと良くないことが起きるんだよな。はい。うん。まあそうですね。バイバイって言われて平気でやられてるけどね。よいしょ。で、最後に 2V ってだっけ、になるんじゃなかったっけな。はい、犠牲者いませんでしたっていうので、カリウドが、なんかもう慣れたな。チュートリアル見るのもう3回目とかだからな。なんか、もう見慣れた感じだよな、正直。ある程度何が起きるかってのもわかるし。
気をつけて。で、カリウド水溶で。でしたので、カリウドを炙り出します。もう一回。この結局ボルフのおっちゃんはただ巻き込まれた人って扱えるんだよ多分。はい、では天津人の A か占いし、はい、に強人と。はい、ではね、通常ですね。次はで貝村か。これ確かどっちかがさ、噛まれるんじゃなかったっけ最初で。おい、お前ら二人かよ、占い。あ、やべ。占い出すつもりが霊道出しちゃった。ニンニンかよ。めんどくせえ。やっぱアーベルか。で、薄白、イバン白。めんどくせえ。これ、間違って霊道出しちゃったけど。あれ、配役的には確か。狼2だったっけ？イバン。大型ブラばっかやってたから、レラーテ白、ハイディ白、ハイディ白。レイロラしてえな。老強が絶対だから、まあしていくらするんだよな。割とこの 2-2 番面は早めに処理しとかないと決断がつかなくなっちゃうからね。はい、レナーテ白、ベアト白。お前、いや、お前らさ、ちょっと勘弁してほしいんだけど。次で占い決め打たないといけなくない？いや、決め打ったところでか。ワンチャンこれで終わる可能性がある。ああ、さすがにか。これちょっと、あ、オッケー、ナイス。出てこい、カリウド。次のみ。は？お前、ベアと守って GJ 出したの？よくわかんねえ。しかもお前、グレーかよ。本当にカリウドいない。だからカリウドしかいないんだからさ。ん？占い別に積んなくていいのか？これ、マテウスって終わりだね。え？ちょっと待って。いや、いいんだよな。あれ？なんか俺間違ってるな。いや、大丈夫だと思うんだよな。これ多分。まあだよね。ああ、よかった。危ねえ危ねえ。さすがにだよな。どうなってんのこれ。うん。何村人、イヴァンが村人、で、お前人狼、お前死んでんのか。で、カヤ人狼でしょ。うん。それは分かった。マテウスかな、マテウス人狼か。あ、だよね。だから合ってなってるやつ。人狼かったけど、そうだよね。カリウドだもんね。で、占いと狂人だよね。オッケー。よしよし。サクサクと。サクサクとやっていこう。で、通常村、狼さんの狂人1。はい。だよね。で、共有がいて、カリウド、霊の占いと。うん。さあ、エーリヒと見に行く。
はい、ということで次に進んで、初日だからね、本当に。ミリーと、あ、エリヒか。ブリジット黒。ユリアン黒。バカバカみたいな。2V1 で割れたのか。ブリジット釣られた。はい。3日目、リリーちゃん。イレーネ白、ブリジット白、ハンス白。ん？待って、待って。占いさん？これさ、全ロラしちゃえば二人街釣るね。で、薬師釣ってよくねえか、そうなったら。薬師釣ってよくて、で、占いロラして、薬師が真の霊道だったらそれで終わりなはずなんだよね。狼3しかいないわけだし、いや、いいや。とりあえずここで釣ってよくて、ゲームだからできてるけどさ。はい。イレーネ。ビリーしろ、ビリーしろ、ビリーし、なんでだよ、こいつら。俺、指定してねえよな。指定護衛、あ、指定占いしちゃった、もしかして。指定護衛したはずなんだけど。まあいいや、とりあえずビリーは隠す。隠しろなので、妖怪。ミリーちゃんからするか。隠しろだからな、しょうがない。これ先にオートフリート釣らないんじゃなくね？そんなことはねえのか？ノーラ。あ、読む黒出た。これやってから、オートフリート。で、ああ、じゃあ。まだオートフリートです。で、待って、ラスイチなの次。あ、待って、まずいかもしんない。ここで終わんなかった場合に、あ、終わんないわ。くっそ。さすがにか。ギュンター。レナーテかユリアンなんだな。うん。2V1するしかないか。カングレの人か黒か。でも普通に考えたらこうなんだよな。カングレなんだよな。まあこれでやるか。クソみてえな戦法したな。戦法ですらねえな、これ多分。あ、かやか。あー。ミリーちゃん、そうか、黒か。まあまあまあ。やらかしたね。あんなに役持ちで黒出てくると思わなかった、正直。あ、お前し、え？そうだね、やっぱミディ死んじゃないだよ。ん？うん。うん。マジかい。マジかいとしか言いようがねえな。あ、ハース。おい。おい、待て。共有、ギュンターさん？
ていうか、どっちが噛まれるんだこれ。ハースとリギー。ハースか。無人だよな。お前その言い方してて霊能かよお前。霊能クソつってよくね。いやでもまあ。なんかせめて 2-2 ぐらいがいいんだよな。 2-3-3-2 はさよくないんだよ。人数もそこまで多くないのにさ 2-3-3-2 されちゃうとさあー要は間に合わなくなっちゃうんだよな。もうこの段階でこういう風にしとかないともうね間に合わないんだよ。そんなね人少ない村でこれやられちゃうとこうしたい限りで、本当に間に合わないんだよね。まあでも確定一陣外？まあ二陣外なんだけど、わかんないんだよな。新強ローなのか新ローローなのかがわからなくて、まあ、新強ローなんだろうな。この内訳見る感じ。お、いや黒手などはいいんだけどさ、お前らさあのお前らさあのあれのせいで例のあれしちゃったからわからないんだよね。よし、ラッキー。白が低いじゃね、お前。でも、こうして、最後に、そうよな、最後に、最終話にもつれ込むだろ？はい、リリーちゃんで、あれ、なんでお前残ってんだ？最後にこれつって終わりだね？さてもちょっとこれでもういや勘弁してくれよマジで。ちょっといや頼むってさすがに。あっアップデいやマジでほんと下手くそなのもあるけどさ、ちょっとねもう嫌なんだよな。あまりにもさ情報がないしさ位置も少ない状態でさ3人やられちゃった時点でもう、あお前初手霊能かよ。ライヒアルと教授、あ、やっぱ、新、教、ローか。あー、なるほどね。まあ、ブリキッドやっぱシグラなんだよね。そうそうそう。なんか、そんな気がした。そんな気がしたんだけど、安全に安全ともするとね、お前潰しかなかったんだよね、さっき。よし。てなわけで。ちょっと今回はこれで終わりします。というわけでまた次回また戻し作業やります。お疲れ様でした。